こんにちは、死神ちゃんです。皆さんは昔のパチンコ屋にどういった思い出がありますか？今のパチ屋と大きく違うところはやはりイベントのヤバさではないでしょうか？今回はそんな昔のパチンコ屋さんで実際にあった今では考えられないイカれ狂ったイベントたちをまとめたのでご紹介したいと思います。まずは設定系のイベントをご紹介します。昔は今と違ってイベントで社交心を煽りまくってお客さんにお店をアピールすることができたので、あらゆる店舗がとにかく設定に強気でした。一番有名な設定系のイベントはやはりフライベントではないでしょうか。このイベントはパチスロ台に設定を示唆する札が刺さっているといったものです。例えば定番どころで言うと、海物語の図柄の札が刺さっており、サメであれば設定4、エビであれば設定5、アンコウであれば設定6といったように図柄の数字で札が刺さった台の設定を示唆してくれます。あとはブロンズ、シルバー、ゴールドやジャック、クイーン、キングなどもあり、これらのような基本的に意味がわかりやすい札を使っていれば割と優良点であることが多いです。ただこれが怪しいボッタ店とかになってくると、店長おすすめ札とか前日より設定アップ札みたいな札を見ただけでは設定が分かりづらいものを使っていましたね。挙句の果てには海物語の一図柄を指しタコ確定、挑戦者求むみたいなことまでし始めるアホなホールまであったりと、本当に様々でした。その他にもいろんな方法で設定が告知されることがあり、朝一7揃いしてる台は設定6が確定するホールもあれば、営業前日や営業中に突如ホールのメール会員に対してどこに高設定が入っているかを教えてくれたりなんてこともありました。メールといえば昔のパチンコの番組で人気ライターのお二人が MC を務めるウイチとヒカルの日の丸暴走設定師という番組があり、この番組ではなんと MC の二人がその日のホールの設定を全て自由に決めて営業させるというかなりぶっ飛んだ内容で、さらには営業中にメールでどこに高設定が入っているかのヒントメールが送られてきたりなど、今では考えられない何でもありの番組まで放送されていました。こんな風に自由に設定を告知できる時代であったために、遊び心あふれるホールなんかは誕生日の日に来店すれば設定録を打たせてくれたり、店長のプリクラが貼ってあれば高設定確定とかいうわけのわからんことをしているお店もありました。ただ高設定と言っておきながら実は低設定を使っていたといういわゆるガセイベントと呼ばれるものもたくさんあり、その場で設定を確認させてくれないホールなんかはガセを疑った方が良いと言われていました。そしてもちろん設定系史上最強のイベントといえばホール内のパチスロ仙台六角イベントでしょう。パチスロにおいて設定録を打てること以上に幸せなことはありません。このイベントに関しては客側の熱気も半端なく、当然ホール側も一日でとんでもない赤字を背負うことになるため、このイベントを行うホールはオリンピックのような数年に一度ある最強の特定日にのみパチスロ仙台に設定録を投下するというまさにプレミア級のイベントだったのです。当時は朝一の入場順が並び順のホールも多かったため、このプレミアイベントの前日には約1週間前から並んでいる人もいたというとんでもない猛者までいました。パチンコヘビーユーザーたちにとってこの日は今でも語り継がれる伝説のお祭りと言っても過言ではないでしょう。続いてはモーニング系のイベントです。モーニングとはパチンコ用語で、朝開店時の稼働を上げるためにお店がお客に対して行うサービスのことを言います。簡単に言えば朝一の状態からいきなりボーナススタートで遊戯ができるという客側にとっては最高のサービスとなっています。朝一でホールに行けばゼロ回転から告知ランプが光っていたり、リーチ目の状態で放置されていたりします。ちなみにこのモーニングイベントは1996年に全国のパチ屋で禁止となったのですが、当時はネットがまだ普及しておらず、かつぶっ飛んだパチ屋も多かったため、2000年頃の頭まで内緒でやっちゃってるホールもちらほら見受けられました。そのためお店によっては朝一の台取りが命がけだったのです。しかもこの時代はモーニング専業と呼ばれる人が存在し、彼らはモーニングが仕込まれた朝一台のみを打ち、ボーナスを消化するとその後は一切何も打たず、常に勝率 100% で小遣い稼ぎしている人たちなんかもいましたね。ただ今となっては伝説となったこのイベントですが、まさかの禁止されたこの時代にモーニングを仕込んでオープンさせたお店が発見されたのです。ことの発端は2020年の11月、ツイッターに画像とともにジャグラーが全ダイヤサイチテカリスタートというツイートがされたことにありました。どうやらとある大阪の店舗がリニューアルオープンの際にジャグラーにモーニングを仕込みオープンさせちゃったのです。ネットの情報なので嘘か本当かは分かりませんが、過去にバジリスク絆で前代朝一巻物スタートをしたホールもあったような
なので、やはりパチ屋はだいぶクレイジーな業界なので、ゴリゴリー方でもいろいろやっちゃうホールもあるみたいですね。そしてもう一つ、モーニング系のイベントで面白いものがありました。それがノータッチイベントと呼ばれるものです。このイベントではなんと、パチンコだと確変や時短、釘の調整や台の寝かせなど、パチスロだと設定や大当たり中、台のモードやボーナスのストック状態まで、何から何まで前日の状態を全て据え置くという言葉通りのノータッチイベントなのです。しかも当時のパチスロの爆発力は半端ではないので、ロング AT が継続している状態やストック機の天国モード中など拾えたらウハウハの台がたくさんありました。もしロング AT を拾えてそこから2時間程度続くだけで余裕で満枚出ちゃうこともあるので、だいぶとえぐいイベントです。閉店取り切れずで終わってもその続きを翌日にできるわけですから、こんなに嬉しいことはありませんよね。このノータッチイベントはモーニング系史上最強のイベントだと言っても過言ではないでしょう。ただこのモーニングイベントは前日の閉店後ホールスタッフが総出で仕込むため、初代北斗のモーニングで偽スタートイベントの時なんかは設置された北斗全台で偽を引くまで帰れないというバイトからしたら地獄のイベントだったそうです。しかも偽を引いただけでは本前兆かどうかわからないので、翌日の打ち手たちにとってもあまり美味しいイベントじゃないという誰も得しないなんて言う日までありましたね。続いては女性限定のレディースイベントです。当時は女性のユーザーが今よりも少なかったので、なんとかして女性客を増やそうと必死でした。イベントの内容はとてもシンプルで、ホール内にレディース限定台が用意されており、その台は女性しか座れない代わりに、スロットであれば高設定、パチンコであれば釘が激甘といったように、とにかく女性客を勝たせるための限定イベントでした。女性が好きそうなコンテンツである冬ソナのパチンコが激甘になる日もあれば、ゴリゴリ目押しが必要な大花火がレディース台になったりと、ホールによって様々な形で行われていました。当時はとにかくガチプロの人が多く、それ一本で生計を立てている人や一軒家や高級車まで購入しちゃう人など、パチンコバブル全盛期であったため、当然少ないといえど女性でガチプロやっている人もいました。そのためレディースイベントの日なんかはこぞって女性プロが集まるため、毎回台の取り合いでどつき合いになったりなど、トラブルが起こることはもはや日常茶飯事でした。まあレディース台が取れればほぼ勝ち確ですから、気持ちはわからんこともないですけどね。あとはレディースイベントとは少し違いますが、カップルイベントなんかをやっているホールもありました。こちらのイベントはカップルで来店し、店長の前でキスをすれば設定6の台を教えてあげるよというあまりにもぶっ飛びすぎたイベント内容でした。最後は面白系イベントです。とにかく昔のパチ屋は無法地帯で、店長がやりたい放題やっているホールがたくさんありました。例えば島で一番最初に大当たりを引いた人はスロットであれば設定6に変えてくれたり、パチンコであれば玉を追加でもらえたりなど、お店に来たお客さん同士で競わせるイベントなんかもありました。他にはビンゴカードイベントなどもあり、実際にパチンコで大当たりした図柄の数字を開くことができ、見事ビンゴさせることができれば超激甘釘の台を打てたり景品をもらえたりという、パチンコを打ちながらさらに楽しみ方を増やしてくれるものもありました。そして中でもいろんな意味で衝撃的だったイベントもたくさんあり、スロットの北斗のイベントで日清のラオウ3人前をいち早く完食した人が設定6を打てるというものや、バトルボーナスが単発で終わるたびにスタンプを押してもらえ30個貯まったら設定6を打たせてもらえるなんてものまであったり、他にはサイコロを振って出た出目の設定に変更、店長とトランプして勝つことができれば高設定獲得など、本当に面白いイベントが盛りだくさんで、イカレ具合満載の古き良き時代でした。今思えばかなりの無法地帯っぷりですが、ホールがいつかまた当時のような活気あふれるパチ屋に戻ってほしいなと願うばかりです。皆さんは昔のパチ屋のイベントにどのような思い出がありますか？また最近パチンコを始めたよという人はこの当時のパチ屋にどのような印象を持っていますか？ぜひコメントで皆さんのお話聞かせてくださいね。